まず一つ目、デデン、ラスト、やばい、いつか、カメラ OK、オート OK、ヤス OK、よーい、スタート。どうも皆さん、こんにちは。明けまして、おめでとうございます。2022年1月1日、今回ですね、監督大好きな駿河屋さん、行ってきました。合わせて、こちらの動画をぜひご覧ください。監督が購入しましたもの、駿河屋ジャンク少年ジャンプ系フィギュア積み合わせセット4000円税込み。こちらジャンク商品となりますので、破損、汚れ、パーツ欠けなどの状態物が含まれております。ご了承の上、お買い求めください。まあ、正直なところですね、5等分の花嫁セットが欲しかったんですけども、まあ、速攻でなくなりましたね。監督が気になったのは、まあ、美少女フィギュア福袋とジャンプ系ですね。美少女系も迷ったんですけども、ジャンプフィギュア福袋を買わせていただきました。このまま段ボールで持ち方移動する、ことになるのかなと思ったんですけども、ちゃんとね、紙袋、用意していただきましてですね、セーフでした。ジャンプ系といえばまず思い浮かぶのはドラゴンボール。ちなみに監督、ドラゴンボールはですね、まあ、子供の頃見てたので、まあ、正直現在欲しくていません。ヒロアカめちゃくちゃ欲しいです。フィギュアならにはこちらございます。まあ、コロナ禍で被ってなければ嬉しいかなと。ワンピースめちゃくちゃ欲しいです。監督今現在ワンピース、まあ、最近第1話から見始めましてです、ありますのはこちらですね、ハンコックさん1体のみとなっております。はい。こちらはですね、屋台キャッチャーというオンラインクレーンゲームでゲットしました。というわけでですね、ワンピースのフィギュア持ってないのでめちゃくちゃ欲しいです。あと、呪術廻戦。呪術廻戦監督ですね、第9話でですね、切ってしまいました。とりあえずこの4大アニメがジャンプ系かと思って購入させていただきました。重さとしてはですね、これくらいです。何が入ってるのかめちゃくちゃワクワクしております。いや、楽しみだな。はい、何が出るかな、ドン。まあ、緩衝材の紙袋が入っておりますね。ここまではいいですよ。まず今回ちっちゃいものからいきましょうか。あ、最初まず一つ目、ででん。はい、開けている。お、ナミさん、やった。お、いいよいいよ。ちょっと剣が曲がってんのかな。ただ、あ、いいね。サイズ的にもでかくていいですね。足のパーツもあります。え、付け増し、これどうやって持つの。こう、こう持たせたいよね。こう持たせたいよね。こうか、こうか。いや、でもこうするとこうなっちゃうでしょ。1個目、ナミさんだよね、ナミさんだよね。というわけでめちゃくちゃスタイルがいいナミのフィギュアをゲットしました。ありがとうございます。大当たりです。はい、で次行きましょう。箱系は後半からいきましょう。まあ、まずは袋詰めされてるやつから。こちら、はい。お、サンジじゃないな。サンジなのかな。ちょっと台座は汚いんですが、ガンプレストワールドフィギュアコレクション。名前は書いておりませんね。これをこの尻にセット。このパイプはこれ武器ですかね。これはこういう確か曲がってるものなのかな。こっちかこっちか、多分こっちだと思う。仮で絶対違うと思うけど、はい、こちら多分これサンジだよね。でもなんかこれ火傷の跡あるからサンジじゃないかもしれないけども、すいません、ちょっと名前がわからない。当たりですね。ありがとうございます。続きまして、ちっちゃいのからいきましょう。でん、え、あ、いいのか。胡蝶忍、あ、ちょうどいい。監督の家にはですね、胡蝶忍がおるのですが、立てかけておいて出てしまいまして、首がもげてしまいました。瞬間接着剤で、あ、大丈夫かな、大丈夫だと思うんですけども、新たな胡蝶忍2代目が来ました。ありがとうございます。こちらが2代目。はい、状態もいいですね。ありがとうございます。いいよいいよ、いいですね。知ってるキャラクターはやっぱいいよ。次こちら、はい。お、デク、デクだよ。やった、デクのフィギュア持ってないんだよ1個も。よしよし、おお、結構クオリティ高いやつだ。うわー、嬉しいな。これ、これをつけてして、またお尻に穴が開いてるのでお尻につけます。はい、というわけでヒロアカのデク、いや、いいよ、超大当たり、ありがとうございます。え、この時点でかなりいいよ。はい、次、あー、まだ結構細かいのが入ってますね。でーん、おー、呪術廻戦のごらちゃん。いやー、呪術廻戦10話からまた見よっかな。劇場版も今やってますからね。台座かっこいい、結構でかいね。ちょっとこの機会にもう一回見直そうかな。こう最近のフィギュアってさ、動きがあっていいよね。いや、かっこいいよ、かっこいいよ。はい、またこういうクールキャラなのにね、天然入ってるところがまたいいよね。このトンカチ、カラチ、かっこいいでございます。ありがとうございます。やっぱジャンプ系いいわ。袋詰め系は今終わりましたね。あとはもう全部箱に入ってるものですね。あ、ちっちゃい箱が結構ありますね。あ、なんか同じサイズ感。一番ちっちゃい箱、でん、ワンピースのモビーデック号 WB05。 あ、船だ船だ。どうせだったら開けましょう。モビーデック号、いや、すいません、ちょっと今61話までしか見てませんので、ちょっとわからない船ですね。ただワンピースなので嬉しいです。新品未開封でございますね。おお、何これ、結構
クオリティ高いけど、青い台座はこれ結構でかいし、リアボビーディック号完成いたしました。こちらでございます。いや結構クオリティ高いね。これクジラだよね。知らない船なんですけども、ありがとうございます。はい、次行きましょう。小さいの、はい、サンジワールドコレクタブルフィギュアボリューム10。あ、このシリーズね。こちらも新品未開封。あ、さっきの青い台座。おお、サンジのワールドコレクタブルフィギュアとなっております。中は何も入っておりませんでした。はい、じゃあ次行きましょう。小さい箱はなくなりましたね。あとはちょっと大きめのサイズがありますね。よし、これ行きましょう。中くらいのサイズ。てん、おお、煉獄さん持ってました。ありがとうございます。煉獄さん持ってます。ちょっと皆さん、大秘宝でございます。先ほどの胡蝶忍。また落下して首が。二代目がいるので、二代目に変わりたいと思います。ありがとうございました。もうすでに、これは多分新品未開封っぽいですね。こちら、煉獄さんですね。これゲットしていますので、はい、続きまして。これかな？いや、なんか重たいな。でっかい、一番でかいのは一番最後にして、お、これなんか、梱包されてるよ。でん！でん！呪術廻戦スーパープレミアムフィギュア五条悟。多分未開封品だよ。開けないと置きたいと思います。ありがとうございます。続きまして、これちょっと重たいよ。でん、あー、禰豆子持ってるなー。これは持っております。確かこの禰豆子ね、200円300円でゲットしたのと、あとメルカリで欲しいフィギュアがあったのに一緒についてきた禰豆子2つ目と、でこちらが3個目となっております。あ、こちらは開封されておりますね。3体目の禰豆子がゲットできました。ありがとうございます。ラスト。あ、まだあるね、まだあるね。いや、お、一番でかいのと、中くらいの。あ、これ行きましょう。あと2つです。じゃん！ドラゴンボール来たー！ドラゴンボール！超戦士列伝第1章、永遠の好敵手、悟空が出ましたー。はい。ここに来てやっとドラゴンボールか。次行きましょう。ラスト。でかいですね。いや、ワンピースか鬼滅か。ヒロアカがいいなー。ドラゴンボールは避けてほしいな。じゃ、ラスト。でかいところは、これ鬼滅か？ドラゴンボール来ました。ドラゴンボールだった。バーダックフィギュア、バーダック悟空じゃなかった、バーダックフィギュアゲットしました。ありがとうございます。というわけで、はい、買いになりました。今回開封したのが、それからジャンク少年ジャンプ系フィギュア組み合わせセット4000円ですね。買わせていただきました。はい、結構面白くて、個人的に一番嬉しかったのはですね、この2体は嬉しいね。ナミさんとデク、初デクですよ、初デク。そしてかっこいい発動心ナミさん、この2つが個人的に嬉しかったです。あとこのフィギュアの完成度としてはですね、この2体もかなりですね、いいですね。意外と箱系は、こちらがですね、プライズ系のフィギュアとなっております。ありがとうございます。じゃあ振り返っていきたいと思います。まず1つ目がナミさん、そして胡蝶忍、モビーディック号、サンジ、ノーマルちゃん、デク、ちょっと名前がわからない、煉獄さん、チョコのせ、悟空、禰豆子、五条悟、そして一番でかいのがバーダックでございました。はい、というわけでですね、なかなか楽しめる福袋でございました。ありがとうございます。このチャンネルでですね、現在福袋動画をたくさん出しております。興味がある方、野心版とゲーマーズの福袋を開けておりますので、チャンネル登録をして他の動画もご覧ください。この後にもですね、また何個かアニメ系の福袋を出していきますので、ぜひ今後もよろしくお願いいたします。ではまた次の福袋動画で会いましょう。こちらジャンク商品のようなこちらしていただきました。というわけでですね、駿河屋ジャンク、駿河屋10話からまた見ますかな。これは未開封だからちょっとまだ開けないと思う。サムネ行こう、サムネ。お待ち、やめてよ。